マッシュートーマス・シュピラノビッチは、オーストラリア・ビクトリア州、ジーロング出身の元オーストラリア代表の、サッカー選手。ポジションはディフェンダー。クロアチア系オーストラリア人で、ラワレッドダイヤモンズ発のアジア枠の適用選手となった。オーストラリアのスポーツエリートを養成する、AIS フットボールを経て、2006年に、ドイツブンデスリーガの1、FC ニュルンベルクへ移籍した。 2007年1月30日のボルシア、メンヒエングラートバッハ戦で、マイケルビューチャンプと交代し、デビューを飾る。2007年2月2日のバイエルン・ミュンヘン戦では、小村帰りにより、ハーフタイムでの交代を余儀なくされるが、ドイツフットボール界の巨人であるバイエルンとの一戦で、見せたパフォーマンスは、多くのサポーターに感銘を与えた。VFL、ボルフスブルク、シャルケレヨン戦では、 フル出場を果たし、それらの試合で、相手の中心選手を完全に封じ込めたことで、猛険と呼ばれるようになる。また当時は、元名古屋グランパスの女子はケネディとチームメイトであった。06から07シーズンのドイツカップ戦決勝でも、後半27分から出場したスピーラノビッチは、チームの優勝に貢献した。しかし、リーグ戦では16位に終わり、降格が決定する。 2008年11月には長期間にわたったハムストリングの怪我から回復するも足首の剣を断裂し08から09シーズンは8試合の出場に止まる。それにもかかわらず2009年1月にはフラム FC のトップがスピラノビッチに100万ポンドのオファーを出すが実現しなかった。2009年11月17日スピラノビッチは怪我により非常に多くの試合を失ったため 貴重な出場機会を得るべきだと考えた、ニュルンベルクの GM により2010年1月より他のクラブにレンタル移籍されることが報道された。2010年1月7日、浦和レッドダイヤモンズへレンタル移籍で加入することが発表された。背番号は4。チーム合流後はキャンプ中から細かい故障を繰り返していた影響で、シーズン開幕からなかなか試合に出られなかったが、 2010年3月31日に行われたナビスコカップ予選リーグ第一節対ジュビロ岩田戦で先発出場し初出場を記録。その後も山田信久、坪井圭介のセンターバックのコンビが機能していたこともあり、リーグ戦ではベンチスタートの日々が続いたが2010年5月15日に行われた J1 第12節対ベガルタ戦大戦で リーグ戦初先発を果たし、これ以降は南アフリカ W 杯によるリーグ中断中に行われたナビスコカップ予選リーグの試合中断が明けて再開されたリーグ戦でもほとんどの試合に先発出場していた。2010年8月21日に行われた J1 第20節対正南ベルマーレ戦で来日初ゴールを記録。この後もコンスタントに出場を続け浦和の守備の 安定に貢献していたが、2010年9月25日に行われた J1 第24節タイアルビレックス新潟線の前半15分に左大腿部を痛め負傷退場。後日行われた検査の結果、左ハムストリングの検査音症で全治8週間と診断され、再度離脱することとなってしまった。その後、リハビリを経て2010年12月6日に行われた。 J1 第34節、対ヴィッセル神戸戦で出場はなかったものの、約2ヶ月ぶりに、ベンチ入りを果たした。しかし、浦和の2010年シーズン最後の公式戦となった2010年12月25日の、天皇杯準々決勝、ガンバ大阪戦は風を引いてしまったためベンチに入ることができなかった。 2010年12月9日、1FC ニュルンベルクからの期限付き移籍満了に伴い、浦和への完全移籍で1年間の契約を更新がされたことが発表され、引き続き浦和でプレーすることが決定した。2011年は大きな怪我もなく、シーズン開幕からコンスタントに出場を続けたが、監督が堀高氏に交代した後は、 浜田瑞希や坪井圭介の後人を廃することとなり、ベンチを温める試合が多くなった。2012年シーズンは、出場機会に恵まれず、ナビスコカップで2試合出場したのみに止まり、7月10日に、カタールリーグのあるアラビドーハへ完全移籍することが、裏は、あるアラビ双方の公式ホームページにて発表された。2013年10月1日、 ウェスタンシドニーワンダラーズ FC へ完全移籍。2015年7月16日、中国の甲州緑城へ完全移籍した。各年代の代表経験も豊富で2005年に U-17 オーストラリア代表として FIFAU-17 ワールドカップに出場。2006年にはニュルンベルクに入団する前に AFC ユース選手権2006に出場し、準々決勝で 韓国に敗れるまでプレーした。またその時の活躍により、クロアチアサッカー協会から注目される。ユース年代では、オーストラリア、イングランド、クロアチアのどの代表にも選ばれる資格があったが2007年4月4日、オーストラリア代表を目指すことを発表した。2008年8月には、U-23 オーストラリア代表として、北京オリンピックに出場し、また、 A 代表でも2008年5月23日にガーナ代表との親善試合で国際 A マッチ初出場を果たしているが前日のように故障を繰り返して試合から離れていた時期があったため 2010FIFA ワールドカップのオーストラリア代表メンバー入りは果たせなかったその他の公式戦国際 A マッチ26試合例得点。ありがとうございます